ドイツこれが強いんですよね、しかしちょっと狭いですね。狭いですかね。縦パスを2つ立て続けに使ったですけれどもね、しかしあの一瞬のスピードというのはすごいですね。すごいですね。ミハートのショットの話を岡野さんに伺いましたけれども、まあ、両サイド両オープンスペースからのエグるプレーがありません。あっといけない、ゴールイン、やられました。右から持ち込んだギルセウですかね。そうですね、ここでねぶつかって流れたですね。はい、このボールマイヤー、ジャンプが足りない。ちょっとマイヤーのプレーも粗末ですね今のは。ここでねクリアするようとしたところに先に触られて抜け出てやったですね、ノーマークだったですね。クルマンが懸命に戻りましたから何ですかね、しかしそれにしてもねマイヤーもねなんかシュートの前にポコッとこう両足でね、